なもんだもんな。って言ってなんか口内炎できてるのめっちゃ痛いな。口内炎できてるの？口内炎できてる。それ体調悪いんじゃん。夏休みも体調ボロボロだ。あ、そう。この前さ、うん、俺普段自転車で通うじゃん。おお。毎日な。うん、でちょっと前の晩飲んだから、上高地線で会社行こうとしたの。うんうん、で夏休みだから、普段結構ぎゅうぎゅうなんだよ。そうだ。上高地線が。で夏休み入ってるから。うん、結構ガランとしてて、あ、そう、朝、うんうん、で、座れないのに、普段座れないのに、座れたんだよ、うんうん、で、こう、で結構間もまあそこそこスカスカ感あって、で、こう座ったんだよね。ほんとら、ここにまあちょっとお兄ちゃん、まあ昭和前、もうちょっと上ぐらいのお兄ちゃんがいて、うん、大学生ぐらいかな。で、こうやって座ってたら、で、俺スマホこうやっていってた。ほんとら、このお兄ちゃんが急にババって立って、ササってそっち行くんだよ。うん、で、何やってんの？で、ちょっとこうなんか苦笑いしながら、みたいな。で、バババってそっち行って、どこ行くわけでもなくその辺に立ってんだよね。うん、駅の途中でとか。はいはい。え、何これちょっとやばいと思うかと思って。頭おかしいとか。そうそうそう。でも見た目は全然ちょっとまあ気持ちおしゃれな感じで。そんな風に見えないから、はいはい、どうしとんだろうなと思って。で、しばらくしてたら、ここで、そのお兄ちゃんが座ってたここで、ブブブブブーって音がする。えって見たら、こんなでっかい蜂みたいな、正確に言うと蜂じゃないんだけど、パッと見蜂のこんなでっかい虫が、ブーブーブーって、窓のところにいるの。でパッと見まあほんとスズメバチみたいなんだよね。その兄ちゃんはそれがいたからうーわってことでバババって行ってそっち行ったんだよ。だから苦笑いしながら行ったんだよ。で俺も気がついたんだけどうーわと思ったんだけどえどうしようと思って、で今更俺がバババって、まあ、同じ逃げるのもなんかさ、向かい側に座ってる客席からのやつらはその一部始終を知ってるわけやんな。でかい蜂がいて、こう大学生が逃げました。それに後から気づいたおっさんも逃げましたって、なんかかっこ悪いじゃんな。なので分かる、分かる、俺は気がついたんだけど、あえて、おお蜂かと感じてね。もう静かに、その代わりもめっちゃ蜂の気配は感じてる。ブン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 って言ってるからめっちゃ怖い。だってこんなよこんなやつよ。でそいつがさ、こうむにゃむにゃって歩いてブーってむにゃむにゃむにゃになってるわけよ。ふうわ、どうしようと思って、こんなことしたら駅、次の駅着いたらここがつまりがっぽり空いてるわけだよな。もうみんな座んないからね必然的にそこから乗ってきたおばさんは、わかる、普通にスタースタ、あ、空いてるわねみたいな、スタースタースタって言うときにスタって捨てるわけなんだよ。で座った途端にブーンブーンって言ってるじゃん。でおばさんもえってなって、だからはーってなるわけだよね。で俺と目が合って、そうなんですよって俺はいるんですよって言ったら、おばさんもはーってはぁーって席立て行くわけだよね。でそうなるとますます俺もそういう場を離れられない。向かいの重鎮だね重鎮だよねでもうだんだん意地になってきて、これはあの今更だと、今更席立てない恥ずかしいじゃんって、あのおっさん結局今引いたなと思われるでしょ、向かいの座席はね、そうそう、あいつはと、あいつはこいつは涼しい顔して、これどうなる、この一部始終どうなるんだって見てるわけだよ。で、俺はとにかくこいつらに舐められたくない一心で、まあ、とにかく虫はいるのは知っている、もちろん知っている、でもあの席は立たないよと。で、たまにこうみんながその辺やら、おいるなぐらいやってたんだけど、どうしてもさ、スズメバチ、でっかいスズメバチみたいなもんだから怖いから、
こうだんだんこうなってくるわけよ。こういう風に席ずれてね、ずれてね、しかもこう浅くなる、浅くなるね、いつでも逃げるよね。ね、でもさんざっぱらとにかく俺は、うん、あのそういうちっちゃいことには俺は動じないっていうオーラを見せなきゃいけないと思いながら、やっぱ王様だからね、を見せながら客観的に見たらめっちゃこれにビビって席浅くってこうなってるな。結果的にしょぼいおっさん、それが一番かっこ悪いやん。そうじゃん。逃げるのはかっこ悪い、でもここにいる座ってのも意地で居座っててこうなってる。じゃあやっぱり初めに逃げた若者が丸ってことだね。結果的にこうだから。一番かっこ悪いよね。そうでね、そのスズメバチじゃないの。なんだろうね。いや、それが謎の生物。嘘でしょ。新種だよ、新種だよあれ。